2005年、東京都品川区のあるマンションの一室から変わり果てた姿の女性が発見される事件がありました。自己愛と欲望に溺れ、自分を愛してくれた人を絶望させた凶悪な女の事件について追っていきます。事件は2005年4月19日、東京都品川区西五反田4丁目のマンションの一室で動かぬ一人の女性が見つかったことで発覚しました。発見されたのは当時39歳の無職鈴木優子さんで、胸や腹部などに多数の傷を負い、すでに息絶えていたのです。警察の捜査から鈴木さんの家からはクレジットカードが消えていて、さらにはそのカードが鈴木さんが亡くなった後に使われていたことが判明します。また鈴木さんはこの部屋で一人の女と同居していましたが、その女が複数の知人にもう戻れないことをしたなどと話して以降、姿を消していたのです。警察はこうした情報から鈴木さんと同居していた当時41歳の前田優香を犯人と断定し、全国に指名手配しました。一体鈴木さんの身に何が起きていて、前田はどこに逃げたというのでしょうか。指名手配されることとなった前田優香は広島県広島市で生まれ育ちました。父親は市内で複数の飲食店を経営していて、前田は金銭や服などに不自由しない裕福な生活を送っていたといいます。ただ生活の不自由さはなくとも、それで前田が幸せな幼少期を過ごしていたかというのは別の話です。前田の母親は教育熱心で、前田に多くの習い事をさせていました。ピアノやバレエ、絵画、日本舞踊、英会話など多岐にわたり、後に前田はこうした習い事をやらされていたと振り返っています。様々な経験を積み、学ぶ機会も多かったおかげなのか、前田の成績は常に上位であったそうです。ただ前田の振る舞いや結果などが母親の思い通りにならなかった時が問題でありました。母親のしつけは厳しく感情的でもあったことから、思ったようにならないと手を挙げることがあったのです。しかもその頻度が高く、ブラシやスリッパを使って叩いたり、父親がいない場では殴ってきたこともありました。こうした感情的な部分には父親も参っていたようで、夫婦仲は決して良いとは言えなかったそうです。夫婦喧嘩も起きていて、喧嘩の後には母親が無関係な前田に手を挙げることで憂さ晴らしもしていたようです。このような暴力は日常と化し、しかも手がつけられないほどであったといいます。遠巻きに見ていた腹違いの兄や飲食店の従業員らが止めに入るほどであったことからも、その凄まじさがうかがえます。その結果、前田は母親に愛されているとは思っていませんでした。こうして母親の愛情を知らずに育った前田は、人一倍愛情に飢えていくのです。しかも前田の人生は波乱の連続でありました。前田は厳しい思い出が残る幼少期を過ごしつつも、成績が良好であったので大学進学を目指します。ただ大学受験のために上京し、宿泊した時に驚きのある出来事に巻き込まれていました。それは1982年に発生し、33名もの犠牲者が出てしまったホテルニュージャパン火災です。火災発生当時、前田はこのホテルに宿泊していたのです。前田は受験票と筆記用具を部屋に残しながらも必死に避難したことで、九死に一生を得ました。この人の命を奪った悲劇の火災を目の当たりにし、命の尊さを実感したはずの前田ですが、まさか数十年後に人の命を奪う犯罪者になるとは、この時は誰も想像できなかったはずです。無事生還をし、受験も突破した前田は大学進学を機に上京しています。上京したことで、これまで悩みの種であった母親と距離を置くことができたのです。以降、前田が実家に戻ることはありませんでした。大学生活を送る中で、前田は男性との付き合いも始めています。ただ付き合ったのは妻子のある男性で、その男性からは金銭的な援助も受けていたようです。実は前田が実家を出てから景気は徐々に悪化していて、父親の事業も傾き始めていました。しかもその頃に母親はなんと会社の金を脱税していたのです。この脱税が決定打となって、前田の大学卒業後に会社は倒産し、実家は没落していくこととなりました。ただ実家が没落しようと、前田は実家に戻るという選択肢を持ち合わせていません。しかも前田には金銭的な援助をしてくれる男性の存在がありました。前田はこれまでの愛情不足を補うかのように男性に依存していたのです。大学卒業後は定職に就くこともなく、別の男性の愛人になるなどして生活を維持していました。主に自身の体を売るような形で生計を立てていて、前田は銀座のホステスや貸金業なども経験しています。
銀座のクラブを転々とし、歌舞伎町の店ではナンバーワンになるなど、男性客からの支持は高かったようです。こうして夜の店を転々としながら生きていく中で行き着いたのが新宿2丁目のバーでありました。愛人となった男性から店を任されるようになったのです。ここで前田は店の経営を軌道に乗せることに成功し、店は繁盛していました。年2回ほど店の従業員たちを旅行に連れて行けるくらいに経営は順調であったのです。店舗数も増え、それと比例するように前田の金回りも良くなっていました。3000万円から4000万円ぐらいなら好きに使えると豪語していたこともあったようで、日々街に繰り出して派手に飲み歩いていたようです。前田は男と同じくらい酒も好きでいて、この頃は行く先々でピンクのドンペリを開けて飲み歩いていたといいます。一晩で10万円近くの飲み代を払うことはざらでした。この頃の前田は高級ブランドの服で身を包み、ゴージャスなイメージを持たれていたといいます。また店では派手な帽子をかぶっていて、かつ顔立ちが魔女に似ていることから店では魔女と呼ばれている一面もありました。見た目が派手でいつもピンクの大きな帽子をかぶっていた前田は男女問わず注目される人物となっていたのです。ただ酒が入ると前田は別の意味でも有名人となっていました。男女関係なしに、なんだこの野郎と言いながら胸ぐらをつかんで喧嘩を売っていたのです。派手な帽子とドレスのような服装の前田が酒を飲んで暴れる様子は新宿2丁目界隈では有名となっていたそうです。これまで愛情に飢えていた前田は多くの人から良くも悪くも注目され、もてはやされていました。愛情と金に焦がれることはなく、20代であった前田の心は満たされていたのかもしれません。しかしそんな生活も10年ほどが経過し、前田が30代に突入した頃、日常は突如終わりを告げました。当時前田が付き合っていた男性から金を騙し取られたことで生活が一気に苦しくなったためでした。かつては順調であった店を手放すこととなり、前田は新たな交際相手を見つけては小遣いをもらう生活に転落していきます。また前田には借金がのしかかってもいました。実家の父親が他界した後、母親は前田の名義であらゆるところに借金をしていたそうで、その借金を背負うことにもなったのです。こうして前田は再び愛情とは無縁の日々を送ることとなりました。借金を抱え、アルコールと睡眠薬に依存するようにもなり、前田は心身ともに疲弊していったのです。ついには過呼吸の発作を起こして倒れてしまい、故郷である広島に住む親戚のもとに引き取られることとなります。しかし前田は地元に戻る気はなく、親戚との関係も良好ではありませんでした。結局広島を出て再び上京することを選びます。こうして再び訪れた東京の街で前田が行き着くことになったのが、品川区武蔵小山にあるスナックでした。この店の店長が後に被害者となる鈴木優子さんでありました。鈴木さんは長いことこの界隈でスナック勤めをしていて、約3年前に独立し、店長として始めたこの飲食店はいつも繁盛していたといいます。鈴木さんはがっちりした体格で、見た目はとてもボーイッシュな人物でありました。常にスーツとネクタイ姿で店に立ち、男装して接客に当たっていたといいます。この独特なスタイルとその性格の良さから、多くの人から好感を持たれていたのです。一方、客としてこの店にふらりとやってきていた前田は、精神的な不安から体重は増減を繰り返していて、当時はふくよかな体型でありました。しかも年齢は40代に突入していて、若い女性だからと無条件でチヤホヤされる時期はすでに過去のものとなっていました。前田は自分はもう周囲から見向きもされなくなると不安に思っていた時に、鈴木さんに出会ったのです。鈴木さんは前田のことを美人で華やかともてはやし、そっと寄り添ってくれる存在でありました。愛情に飢え、見向きもされなくなるかもしれないと思っていた前田にとって、鈴木さんの言動は心に染み渡るものであったようです。実は鈴木さんは同性愛者であり、客である前田に惹かれていました。もともと鈴木さんは優しい性格で、多くの客から好かれる人柄でありましたが、そんな鈴木さんが特に気にかけたのが前田であったのです。そして誰からもチヤホヤされなくなることを何よりも心配していた前田は、鈴木さんの言動で失いかけていた自信を取り戻すきっかけを得ました。前田はこれまで同性を恋愛対象として見てきたことはありません。しかし自分をもてはやしてくれた鈴木さんから好意をアピールされた前田は、鈴木さんを特別視するようになったのです。
こうして出会い仲を深めていった2人は、出会って2ヶ月が経過した頃から交際をスタートさせました。それから間もなくして前田は鈴木さんが住んでいた品川区西牡丹田のマンションに転がり込むこととなったのです。同棲生活を始めてからも前田は鈴木さんの店に通っていました。借金もあって定職にもついていない前田ですが、以前と同じく高級ブランドの服を着て街に出ていたそうです。さらには新宿でバーを経営していると得意げに語っていて、過去の栄光を忘れられない様子も覗かせていました。もちろんこの時の前田は経営者ではありません。こうした言動で見栄を張っていた前田は、鈴木さんの店ではワインを飲み、時にはドンペリも開けていたそうです。このような時、店としては前田は良い客として映っていたのかもしれません。しかし前田は酒乱という大きな欠点も持ち合わせている人物でありました。そのうち客と喧嘩し始め、従業員にも暴言を吐くなどというトラブルが絶えなくなったのです。いくら店に金を落としてくれる客であっても、前田は笑顔で迎え入れたくなるような客ではなくなっていました。従業員や常連客は徐々に前田の存在に眉を潜めるようになっていったのです。しかし店長であり前田の恋人でもある鈴木さんだけは前田をかばい続けていたのです。鈴木さんに甘えるように前田はついには鈴木さんの店を手伝うようにもなりました。そんなある日、前田は鈴木さんに次のように話しかけていました。あんた武蔵小山なんかで店をやってるのもったいないわ。私が新宿に店を出させてあげる。そんな言葉を吐いていた前田ですが、もちろんそんな金や出店ノウハウはありません。いまだに前田は鈴木さんたちに見栄を張り続けていたのです。しかし従業員や常連客とは違い、鈴木さんは前田のことを愛し信頼しきっていました。この前田からの話も信じて疑いませんでした。そこで鈴木さんは大きな決断を下します。今の店を辞める選択をしたのです。辞めたとしても前田が新宿で新たな店を持たせてくれると信じての決断でありました。しかしこの鈴木さんの決断に焦ったのは他でもない前田であったのです。前田がこの時得ていた収入源は、自分の体を売るか愛人に会って小遣いをもらうくらいしかなかったのです。そして鈴木さんが店を畳んだため、生活費は入らなくなりました。しかも同棲をしていたため、鈴木さんの目を盗んで頻繁に外出することもできません。友達に会うなどといった口実で愛人に会っては金を得ていましたが、一時的なものに過ぎませんでした。こうして見栄のための嘘から、前田は自分で自分の首を絞めていくことになったのです。そしてついには前田の男依存の本性を鈴木さんに知られてしまう日が訪れることとなってしまったのです。きっかけは性病でありました。鈴木さんは前田一筋ですが、その前田から性病を移されたことで、前田が外で愛人と付き合っていることを悟ったのです。この事実に鈴木さんは激怒しました。もともと独占欲が強く、前田を信じて愛していた鈴木さんにとって、前田の浮気は許しがたい裏切りでありました。鈴木さんは前田が愛人の元に行けないよう自宅マンションに監禁するようになったのです。しかし前田からすると、監禁されて自由に外に出られないことは金を得られないと同義でありました。男だけでなく金にも依存している前田は、ここで鈴木さんの預金に手を出したのです。鈴木さんには約1500万円の貯金がありましたが、浪費家の前田の手にかかれば瞬く間に減っていきます。貯金は底をつき、これに鈴木さんが気づかないはずがありません。鈴木さんが前田に対して愛情よりも不信の念を抱くようになるのは当然すぎる流れでありました。二人は口論することが増え、鈴木さんの前田への愛情はもう消え失せていました。そしてついに事件は起きてしまったのです。同棲を始めて半年にも満たない2005年3月1日深夜、この日も二人は口論を繰り広げています。二人で外に行く予定があったようですが、前田が身支度を終える前に鈴木さんがタクシーを呼んだというのが口論の始まりでした。ここで前田が、私と付き合ったこと後悔してるのと鈴木さんに問いかけます。鈴木さんは、お前と一緒だよ、お前偉そうなんだよ、何様のつもりだよと返し、さらには屈辱的な暴言を吐いてきたそうです。この言葉が前田には耐え難いものであったようで、怒り狂った前田は鈴木さんを亡き者にすると決意しました。前田は台所へ向かうと包丁を手に取り、玄関で待っていた鈴木さんに襲いかかり、悲劇は起きてしまったのです。
前田は何度も攻撃を繰り返しており、失血死で鈴木さんは命を落としてしまいました。後に鈴木さんは18箇所もの傷跡が残されていたことが確認されています。布団をかぶせ鈴木さんの姿を隠すと、前田は犯行の発覚を遅らせることを考え動き出し始めました。新聞配達を止め、新聞がたまらないよう手続きをすると、鈴木さんのクレジットカードを奪って逃走したのです。その偽装工作のためか、犯行が発覚したのは1ヶ月以上経過してからとなりました。そのため放置され続けた鈴木さんは不乱状態で見つかっています。ただ警察が犯人が前田であると断定するのに、そう時間はかかりませんでした。当時の鈴木さんの生活状況や周囲の人たちの話から、前田の存在がすぐに浮かび上がってきたのです。しかし前田はすでに逃走しています。警察は5月に指名手配をしましたが、前田は警察の目をうまくかいくぐっていました。実は前田は鈴木さんのクレジットカードを使って帽子など35万円の買い物をしたり、鈴木さんの保険証を使って診察を受けるなど、足取りはいくつか残しています。しかし前田は少なくとも11個の偽名を駆使しており、簡単に追うことができなかったのです。新宿や池袋、大宮といった繁華街を転々としつつ、前田はこれまでと同様複数の男性と交際して生計を立てていたようです。やはり逃走中も男に依存していたのです。しかも前田は事件直後の2005年4月から約1年間は、現場にもほど近い西五反田のマンションにかつて交際していた男性と住んでいました。この前田をかくまった男性は後に書類送検されていますが、同居当初は前田が指名手配されていることを知らなかったようです。しかし指名手配されていることを知ってからの同居は続いていました。一度は愛した女性を警察に突き出すことに後ろめたさを感じていたと男性は語っていたようです。こうした協力者と偽名で逃げ続けた前田が最後に行き着いた先が、東京都北区赤羽にある健康ランドでした。2006年春頃から前田はこの健康ランドに姿を見せるようになったといいます。ここで前田は高田美雪という偽名で会員登録をしています。従業員の間でこの高田こと前田は有名な存在でありました。それは男性利用客に声をかけ、色仕掛けで酒や食事をおごらせていたのです。外に連れ出され一夜を共にすることもあったようです。健康ランドの休憩室を利用して寝泊まりするのはもちろん、前田は生活の糧を得る場としていたのです。しかし2007年3月24日、健康ランドの利用客からの通報により、ついに前田の逃走劇に終止符が打たれました。警察が駆けつけた時、前田は60代の男性客3人と飲食して酔っていたそうです。逮捕時の前田の所持金はわずか900円でありました。そして逃走中はずっと鈴木さんの写真を持ち歩いていたそうです。その後の裁判で前田側は明確な殺意はなかったと主張しました。しかし残虐な犯行の実態は明らかであり、酌量の余地はないと判断されることとなります。2007年10月22日、前田には懲役15年の判決が言い渡されました。強固な殺意に基づく残忍非道な犯行、動機は短絡的、自己中心的、逮捕されるまでの2年間逃亡生活を送っており、犯行後の行状も悪いと非難しての判決でありました。この判決に前田は控訴しましたが、間もなく取り下げたため懲役15年の判決が確定しました。愛情に飢え金と男に依存した結果、自分を愛してくれた人物の命までも奪った今回の事件、あなたは前田が鈴木さんの写真を持ち続けた理由は何であったのかと想像したでしょうか。自分を好いてくれる人というのはそう簡単に現れるものではありません。そして相手を裏切るような言動を取れば嫌われるのも当然のことであります。どんな人でも相手のことを思いやる気持ちを持たなければ必ずほころびが生じることを示したやるせない事件の一つとなっています。鈴木優子さんのご冥福をお祈りいたします。